勝ち点3が奪えた方がやはりこうトップ3がもちろんこう見えてきますし、はい、まあ、今日は、ね、非常に大きな、ね、ビッグマッチになるかなというところで、あの、まあ、見る側としても、ね、うん、非常にこう楽しみです。第17節、今前半の45分のスタートです。キャプテンマーク腕章は佐々木翔。お、開いた、うん、行きましたね。奥野行く、さあ奥野、メンデス呼ぶ、ブルーノ・メンデス、フリーだ、完璧なトラップから右足、ナイスキーパー大迫。東俊輝で取りました。原川です、清武です、亀田が行く、さあキレのあるドリブルからクロスボール、ヘディング、均衡破れるセレッソ大阪、ブルーのメンデスで仕上げました。メンデスがやるんです、セレッソ大阪0対1。ブルーのメンデス選手が、ね、入ってきましたし、この鋭いボールを、ね、うまくヘディングで合わせましたよね。もっと森島、藤井、さあ藤井対西尾、東の折り返した、おっとベンカリファだ、追いついた追いついた。さあベンカリファのゴールは、お、うん、オフサイド、あ、わずかに出てるんでしょうね、横パスで満田、野津田、野津田の左足、うん、野津田がやった、野津田がやった、ようなブレ球ですかね、まあ、少しこうアウトにかかって、まあ、もちろんある程度は弾けますし、はい、しっかり締めれるところありますけれども、おっと、はい、ビエイラが行く、入れ替わった、ビエイラ PK、 PK ゲット、 PK ゲット、サンフレッチェ広島、ドグラス・ビエラがね、ここ一つ前に出ましたよね、ここちょっと、まあ、ヨニチもクリアしたかったんですけれども、はい、足がかかる格好となりました。決めました、うん、ドラマが待っていた、ドラマが待っていた、落ち着いて決めたドーグラス・ビエイラ、まあ、しっかりとゴールキーパーを見て落ち着いて右隅ですけど、まあ、あのね、キム・ジンヒョン選手もしっかりストライカーらしい動きを見せました。加藤、ここで試合終了の笛です。先制はセレッソ・ブルーノ・メンデス、ただ広島・野津田で追いつきました。